ってるという認識は私はもちろんございました。しかしながら私が総理にが現地をちゃんと指導してくるとおっしゃっているのに対してついていってくれと言われたので従ったということでございますので、それ以上のことについては私からは申し上げられません。西村君、水素爆発や水蒸気爆発が起こる可能性があるということを助言しなかったんですか。総理が行かれるにあたって助言しなかったんですか。渡辺委員長。水素爆発についてはその時は助言してないと思いますが、当然格納容器の圧がかなり高くなってますので、格納容器が、爆発という言い方したかもしれませんが、要するに破裂する可能性はあるということは認識してましたし、そのようなことは助言していたと思います。西村君。総理、安全委員長は今ものすごく重大なことを言われましたよ。格納容器が破裂するかもしれない、これは大量の放射性物質が外に出るということですよ。そういう状況の中であなたは防護服も着ずに現地視察に行ったんですか。どういう認識で行ったんですか。菅直人内閣総理大臣。私はですね、最初に全ての電源が落ちて冷却機能が停止したということの報告を聞いたときから、これは大変な事故だという認識は強く持っておりました。そういう中で、先ほど来申し上げてますように、通常格納容器は確か、3気圧とか5気圧で運転されているのが、それの通常よりかなり高くなっておりましたので、まさに弁当が必要だという認識でも報告を受けて一致をしておりましたので、そのことも指示をいたしておりました。しかし、なかなかですね、官邸にいる関係者はいるんですけれども、それが東電の本店ないし現場との関係でコミュニケーションがやるやると言ってなかなか実際に行われないということも含めて、私としてはこれは両方の考え方があると思います。陣頭指揮という言葉もありますけれども、陣頭指揮を取るにはやはり、現地の関係者ときちんと会うことが私は重要だと、このように考えました。同時に、いわゆる津波の被災の状況も上空からそちらを見たいと思いまして、その2つの目的でもって、私の判断で、言ったわけであります。いろいろな見方はあると思いますが、私はその現地で現地の責任者とそれから第一サイトの所長とお会いをして、私の方からも弁当についてやるようにということを改めて指示をし、そしてそこできちんと話ができたことがその後のこの対応にとって極めて有意義であったと今でも考えております。西村君。総理、私の質問に答えてください。安全委員長は、現職安全委員長は、爆発が起こるかもしれない、格納容器が破裂するかもしれない、そういう認識をしてあなたは行かれたんですか。つまりもしそういうことになったときに最高指揮者として その後の対応について指揮を取らなきゃいけない、そういう立場の総理が防護服も着ずに現地に行ったわけですか。その点を確認したいと思います。総理の認識をお聞かせください。菅直人内閣総理大臣。西村議員はよく理解されて言われているんでしょうけれども、いわゆる格納容器の圧が上がっているということと弁当を行うということは、これはある意味圧力を下げるために弁当を行うんです。で、爆発というのも別にこれは水素爆発のことを言われているんじゃないと思うんです。これは委員長が、当時も言われてましたが、格納容器の中には窒素がで充填されているので、そういう形のですね、格納容器内の水素爆発はないというのが当時の委員長の認識でありましたし、ですから何度も言いますけれども、格納容器が圧が上がっているからこそ
弁当をやるべきだと、弁当をやらなければ格納容器が壊れることがあり得るので弁当をやるべきだということを私は出発前からきちんと指示をいたしておりました。そういう中で先ほど申し上げましたようにね、どうしてもそれがなかなか実行されないということも含めて、なぜ情報がきちんと我々の意思が通らないのか、あるいはなかなか状況が伝わってこないのかということで、私としては、まあ、そこは判断はいろいろありますけれども、やはり自ら、出かけて、当事者の関係者と意見交換をすることが、これは必要だ、重要だと、そういう判断のもとで行ったことであります。西村君。ベントの指示が遅かったことをまず指摘をして、そしてそれは進まなかった、進まなかった、そして格納容器が破裂をするかもしれないという状況の中で、防護服も着ずに、委員長がそういうことは総理に助言したにもかかわらず、最高指揮者のあなたが行かれたんです、そのことの認識をもう一度お伺いしたいと、答えてませんので。安倍内閣総理大臣。何度もお答えをいたしております。つまり格納容器の圧力が高くなって